ぐふふ、僕気づいちゃったよ、キツネさん。何言う、変な含み笑いして、気持ち悪いわよ、タヌキさん。僕、この地球で一番最強の生き物が何か、ついに気づいちゃったんだよね。ほう、どの生き物かしら。それはズバリ、人間だよ。こんなにずば抜けた知能で何でも作って文明も発展させてるのは、まさに最強。どんな動物でも倒せる武器とか兵器とか、何でも作れちゃうしね。ふーん。何その薄い反応。まあまあ、賢い生き物なのは認めるけど、メガネやコンタクトがなければ文字すら読めなかったり、一日中肩こりや腰痛に悩まされてる血管だらけのクソ雑魚生物じゃないの。とんでもない言われようである。というわけで今回は人体の血管について紹介するわ。人間は万物の霊長なんて大層な二つ名を自称している、自称すごい生き物みたいだけど、実際は進化の過程で致命的な血管をいくつも残した残念な生き物でもあるわ。今回はそんな優れた生き物であるという天狗になってる人類の鼻っ柱をへし折るために、進化に失敗したとも言える出来損ないの人体の血管について紹介していくわ。今日は毒舌会か何か。1. 長小筋。長小筋とは腕から手首の関節にかけてつながっている細長い筋肉のことで、霊長類が樹上生活していた頃の名残で残っていると言われているんだけど、この長小筋は全員に確認できるものではないのよ。へ、どうやったらわかるの。試しにまず手のひらを上に向けて、机の上に手の甲を乗せてみてちょうだい。その状態で親指の先と小指の先をくっつけると、手首の真ん中あたりに腱が浮き出てこないかしら。あ、ほんとだ、それっぽいのが浮かんできたよ。あら、それは残念ね。え、なんで残念な反応なの。それはこの長小筋が浮き出てくる人が大半だからよ。片腕または両腕にこの腱が見られない人は地球上に10-15%しかいないとされ、日本人で3-5%、白人で15-20%は完全に退化して消失しているらしいわ。つまり長小筋のない人の方が近未来的な人間と言えるかもしれないわね。僕は古い人間。でもこれがあることでない人より木登りが得意だったりするんじゃないかな。この長小筋は現代の人間では機能していない筋肉のようで、長小筋を持つ人が持たない人と比べて腕力や握力が強いといったことはないわ。がーん。体のパーツとしての重要性は低く、あってもなくても特に意味はないんだけど、野球選手の断裂した肘関節の靭帯を移植する際、長小筋が用いられたり、ほうれい線を消すための美容整形手術などで顔に移植して使われることがあるわ。それはありがたいけど、ほとんどの人には役に立たなさそうだね。本当に霊長類の頃は役に立ってた筋肉なの。長小筋は多くの哺乳類に見られるんだけど、木の上で生活する時間の多かった霊長類たちは自身の全体重を支えられるほど強靭な握力を持ち、キツネザルなどは発達した長小筋を持っているわ。ニホンザルの握力は30キロで人間と同程度だけど、チンパンジーは250-300キロ、オランウータンは350キロ、ゴリラは400-500キロで、10円玉を指先で折り曲げられるというわ。化け物握力じゃん。このように霊長類の仲間たちは体重に対して圧倒的な握力を持ち、木登りを得意としているんだけど、進化の過程で人は木登りすることが減ったため、長小筋を使わなくなったことで、手首を曲げる際に必要な等速手根屈筋と尺足手根屈筋の2つで十分になり、重要度の低い長小筋はどんどん退化して、存在が消えつつあるのよ。首。首は多くの哺乳動物に備わっているパーツだから意識しないけど、多くの血管を抱えているわ。え、犬とか猫も短いけどあるし、キリンとかもすごく長い首があるじゃん。首には頭と体をつなぐ重要な神経が多数通っているのに、あまりにも無防備だと思わないかしら。強い衝撃を受けると死亡する恐れもあるし、骨折すると半身不随などのリスクもあるわ。そう言われれば確かに。しかも人間の場合、脳が発達した結果頭部が重くなり、首に多大な負担がかかっているわ。具体的には、成人の頭の重さは体重の 10% 程度とされ、体重50キロなら5キロほどあり、これは11ポンドのボーリング玉と同じぐらいの重さになるわね。僕ボーリングの玉重くて9ポンドぐらいしか投げられないんだけど、あれより重いものをずっと首だけで支えてるってこと。そういうこと。骨や脊椎があるといっても、重さを支えながら神経を守るにはあまりにも細く、心もとないわね。
藤田医院の藤田博史医師はこれについて自身のブログでこう語っているわ。首は脊椎、つまり背骨の上部の首の部分で7つの骨で形成されています。首は椎間板と呼ばれるクッションを挟んで連なっていて、首が動くことを可能にしている部分です。首の周りは靭帯という帯状の組織で補強され、さらに筋肉によって守られています。首の中には神経が通っており、また首から頭を支える重要な部分です。交通事故で首の関節の運動範囲以上の動きを強制されるほどの衝撃により、首の周囲の靭帯や筋肉が傷つきます。首の捻挫いわゆるムチ打ち症と呼ばれるものは、大抵は 1-2 週間で首の痛みなども和らぎます。しかしもっとひどいものになると、中の神経にまで損傷が起こります。さらに重症だと首の脱臼や首の骨折を起こし、それによって死亡してしまう可能性もあります。首の骨折では神経も損傷することが多いために、骨折が治った後でも下半身不随や首から下の麻痺等の後遺症が残る場合があります。確か車の事故とかでも軽く追突されただけで首に痛みが残ったりするって聞くもんね。そうね、危険を予知した状態の事故ならある程度身構えて衝撃を軽減できるけど、予期せぬ事故の場合、頭の重さがそのまま首への負担となり、圧迫骨折や破裂骨折を起こすことも。また最近ではスマホを使う時間が増え、ストレートネックを引き起こしている人も増えているわね。ストレートネック？ストレートネックは長時間下を向くなどスマホを長く触っている現代人ならではの症状で、通常人間の首の骨は前方に向かって緩やかにカーブし、頭の重さを分散させているものの、長時間下を向いているとこのカーブがなくなり、ストレート状態になってしまうわ。こうなると首への負担が増える上、頭を15度前に傾けると首に約12キロの負担が継続的にかかるため、首の痛みや肩こりに始まり、慢性化すると頭痛や手のしびれなどを引き起こしてしまうわ。なんてデリケートな。人間は進化の過程で直立二足歩行という唯一無二の能力を身につけたものの、その体はスマホやパソコンなど人類の英知で生み出されたものにまだ追いついていないようね。それに首にトンって手刀をやると倒れたりするもんね。それは漫画の世界だけよ。3、腰。これも人間が直立二足歩行によって抱えることになった人類誕生から今まで続く課題で、立って歩くようになった結果、腰にかなりの負担を強いられることになり、多くの人間が腰痛に悩まされるようになったわ。ああ、そういえば僕も最近立ち上がったら腰に違和感が。厚生労働省によると3人に1人が腰の痛みを自覚しているそうで、約1200万人が腰痛持ちと言われており、日本整形外科学会の調査では全国の腰痛持ちは推計3000万人とも言われているわ。3000万人、ほとんどみんな腰痛じゃん。そんな患者だらけの腰痛も原因が特定できるのはわずか 15% 程度で、約 85% は原因が特定できない人食い性腰痛と呼ばれる腰痛に分類されるわ。原因が特定できる腰痛は、重い背骨の病気、内臓の病気、腰部脊柱管狭窄や椎間板ヘルニアなど、腰の神経の障害によるものがあり、神経を圧迫して足腰がしびれたり、鋭い痛みが走ることも。慢性的な腰痛は、長時間の立ち作業、中腰作業、デスクワークや重い荷物の運搬などが原因で、腰に筋肉疲労が蓄積し、腰痛をきたすことが多いわ。首に負担がかかるのと同じで、長時間の作業で腰に負担がくるんだね。直立状態がデフォルトで、自由に走ったりできる人が、なぜここまで腰を悪くしているのかというと、骨格が完全に直立二足歩行に適応していない構造で止まっているからなのよ。え、立つのに不完全な状態ってこと？背骨は人の体を支える大黒柱のような重要な役目を担っているんだけど、この背骨は四足歩行の頃は弓なりに緩やかなカーブを描いていたわ。人は進化の過程で重力に抗って体を起こし、上半身を支えるため背骨も緩やかな S 字に変化したものの、背骨、頭部の負担は全て腰から下にかかるようになり、支える必要が出てきたわ。腰も変化したんじゃないの？もし効率的に上半身の重さを支えるなら、骨盤がもっと水平になっていてもいいはず。人間の骨盤と腰椎をつないでいる仙骨という骨は、約30度の傾きを残していて、上半身を支える背骨が常に前側へ滑り落ちるような力が働いているため、多くの人がこの骨盤の傾きによって腰痛を引き起こしているのではとも考えられているわ。上半身はともかく、下半身に血管が残ってると。世の中には
正しい姿勢を教える歩き方や座り方などが紹介されているけど、人間の身体構造自体に血管が残されているから、極力負担を減らすことしかできないのよね。腰痛を抑えるには、長時間同じ体勢で同じ箇所に負担をかけないこと。腰痛改善のストレッチなどをしても効果がなければ、整体や病院で見てもらった方がいいわ。腰痛のない方向で進化できるといいんだけどね。4. 必要栄養素。人間は、肉も野菜も魚も何でも食べられる雑食動物の中でも特に雑食を極めた生き物。他の生き物が食べられない、むしろ毒になるような、玉ねぎやチョコやアルコールですら好んで食べる。食の自由度の高さは生物界随一と言っても過言ではないんだけど、冷静に考えると、健康を維持するために必要な食べ物が多すぎないかしら。そういえば、健康のために好き嫌いせず何でも食べないとって言われるような。厚生労働省が定める日本人の食事摂取基準によると、エネルギー、タンパク質、脂質の他に、各種ビタミン、ナイアシン、葉酸、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデンなどなど、ざっと30種以上の栄養素をまんべんなく摂取することが求められているわ。高取りすぎる。これらを大分類すると、体を作るタンパク質、力や熱になる脂質、糖質、体の調子を整えるビタミン、ミネラルという5大栄養素に分けられるんだけど、一方で、草食動物は草を、肉食動物は肉だけを食べれば基本的には大丈夫で、餌不足で餓死する危険はあっても、同じものを食べ続けて栄養失調になることはないわ。人間が生きるために必要な栄養多すぎない？多くの動物たちが、栄養素をシンプルな食事からでも自力で賄えるのに、なぜ人間にそれができないのか。特に重要なビタミン C も、人間は自力で生み出せず、それが命に関わることもあるわ。具体的には、例えば大航海時代は、多くの船員がビタミン C 不足で壊血病を起こして亡くなったんだけど、航海中は船上生活が長くなり、新鮮な果物や野菜などビタミンを摂取する機会がなくなり、船員たちはビタミン C の欠乏により、疲労感や倦怠感、歯茎の腫れや出血、毛髪異常などの症状に始まり、最終的に脆くなった血管から出血し、口や鼻から多く血を流して亡くなってしまったわ。ひょえ。多くの動物は、体内でビタミン C を合成し、その他必要栄養素も取り出しているものの、人間は、進化の過程でビタミン C を合成する能力を突然変異で失ってしまったわ。え？めっちゃやばいじゃん。普通に考えたら、そんな大事な能力を失った時点で絶滅まっしぐらなものだけど、当時の人類は幸か不幸か、果物などからビタミン C を摂取できたため、絶滅を免れて今に至るのよ。今の人類からすれば、その能力だけは失ってほしくなかったかもしれないけど、ビタミン C を合成する際に、様々なエネルギー源にもなるブドウ糖を消費するため、ビタミン C は外部から摂取するものとして切り捨てられたと考えることもできるわ。5. 目。生き物の目というのは多様性にあふれていて、様々なタイプに分けられるわ。例えば、人間のようにピントを合わせる目はカメラ目と呼ばれ、節足動物や軟体動物は光の明暗を見分ける単眼、昆虫は単眼が複数集まった複眼を持っているわ。それぞれ目の見え方や色の識別能力も様々だけど、人間は光や色を捉え、遠くのものも認識可能で、生物の中でも比較的優れた目を持っているものの、万能とは言えないわ。そうなの？例えば、メガネやコンタクトの手助けがなければ、視界がぼやぼやで見えない成人が多く、人口の 30-40% が近視で視力が弱まっていると言われているわ。特に現代は、テレビやスマホ、パソコンなど長時間目を酷使する生活スタイルになったことで、眼精疲労によって視力が低下し、視界がぼやけたり、光を眩しく感じる人が増えているわ。せっかくの高性能な目が、これじゃあ台無しだね。また、もう一つの欠陥として、人間の目には盲点が存在しているわ。盲点？先ほども話した通り、人間の目は、デジタルカメラの構造に似ていると考えられていて、例えるなら、光彩で目に入る光量を調整し、水晶体がレンズの役割を果たし、網様体でピントを合わせ、目に入ってきた情報や光は、網膜というフィルムに伝達され、最後に視神経を通じて、脳へと映像が送られるわ。めちゃくちゃ高性能じゃん。そんな高性能な目が誕生することになったのは、遡ること約5億4000万年前。カンブリア爆発によって、多様な生物が海に生まれ、
人間の祖先である脊椎動物が誕生し、この頃に生き物たちも目を獲得し、多様な進化を遂げていったんだけど、この時、脊椎動物の目は大きな欠陥を抱えることになってしまったわ。へ？試しに紙を用意して、10センチぐらい離して、丸と×の記号を書いてみてほしいわ。どれどれ？次に片目を隠して、×を凝視しつつ紙を近づけながら、×を中心に紙を回転させてみると、どうなるかしら？え？丸が消えちゃったんですけど。そう、それが人間の目の盲点で、目の錯覚などでこれを認知できるわ。なんでそんなことが起きるかというと、人間、脊椎動物の目を視界するとこのように、光の情報をキャッチする視細胞と、その情報を視神経に伝達する神経節細胞が、裏表逆になっているからよ。どうしてこんなことになっているの？イカやタコなどの等速類は、これが裏表逆にきちんとなっていることで、光でキャッチした情報を的確に、視神経から脳に送れているんだけど、人間の場合、視界の多くを脳が補っているだけで盲点が存在するわ。脊椎動物は、この裏表逆の欠陥構造のせいで、数億年以上盲点に悩まされることになったものの、これに気づいた頃には、ちょっとやそっとの突然変異では取り返しつかなくなってしまったのよ。これぞまさしく人体の欠陥。6、出産。出産は多くの動物に共通する繁殖に必要な重要な儀式ね。哺乳動物は人間と同じようにお腹の中で赤ちゃんを育てるし、鳥類や爬虫類も卵を産むんだけど、その中でも人間の出産は特に過酷で大変と言われているわ。別に人間に限らずみんな大変じゃない？人間の出産は鼻からスイカなんて例え方もされるぐらい大変で痛みも伴うと言われているし、産前から万全に準備を整え、機材の揃った病院で助産師さんの力を借りながら出産するけど、犬や猫などの動物たちはみんな自力でスルッと産んでいる印象があるわね。そう言われれば出産のハードルが全然違う気するね。実際人間だけが現代技術の力を借りて出産を楽にしているわけではなく、日本最古の1899年の記録では10万人の出産のうち409人もの妊婦が亡くなっていて、平安時代の日本の書物には10人に1人が亡くなっているという記録もあるわ。医療の発達もあり、2013年には3から4人まで減っているものの、現代でも医学の恩恵を受けられないアフリカのサヘル以南では16人に1人の妊婦が亡くなっており、死産する確率も高く、医療の補助を受けてようやく野生動物並みの生存率になるようで、人間の出産というのはいろんな動物と比べても命がけの過酷なものであることがわかるわ。誇張でもなく本当に命がけだったとは。でも、なんで人間だけこんなに出産が大変なの？それは、人間が賢くなりすぎたからよ。どういうこと？人間は、進化する中でどんどん脳みそが巨大になり、知能が発達した結果、産道に対して頭がデカすぎる、産むのが大変すぎる大きさになってしまったのよ。具体的には、脳の大きさはチンパンジーが 350ml、350万年前のエンジンが 375ml、150万年前のホモエレクトゥスが 950ml で、現代人のホモサピエンスが 1500ml となり、脳の進化とともに人類はどんどん難産になっていったのよ。それは予想外すぎる。そのため、女性の骨盤は男性の骨盤と比べて丸く、真ん中の空洞が大きくなっており、赤ちゃんを支えやすいように、出産の時に赤ちゃんが通りやすい作りになっているし、腰の話で骨盤にくっついている仙骨が30度傾いているという話をしたと思うけど、これは赤ちゃんが生まれるスペース、産道を確保するためにこうなっているとも言えるわ。お、ぴったり収まってる。腰の負担を和らげるには、椎骨がまっすぐ積み重なっている方が理想的なんだけど、母親の体はこうして赤ちゃんがスムーズに生まれてくるような構造になっているし、赤ちゃんも大きな頭を産道からスムーズに出すため、頭骨の骨がくっついておらず、生まれる際に頭を柔軟に小さくして生まれているわ。つまり、母子ともに命がけの協力プレーで出産は成り立っているのよ。命の神秘に感謝。本来、これだけ難産で死産の確率が高ければまともに繁栄できなかったはずだけど、そのデメリットすら巨大化した脳みそで克服したのは人間の得意性と言えるわね。人体のいろんな欠陥を紹介してきたけど、どうだったかしら？あんなに唯一無二な特徴が備わってるのに、
人間って完璧じゃないんだ。人間、人の生態については過去動画でも面白おかしく紹介しているけど、人体の構造を知れば知るほど人間の不完全さや欠陥に気がついてしまい、逆に他の動物の美しい骨格や合理的な構造にハッとさせられたりするわけね。進化というのはどれも素晴らしく、神の仕業としか思えない奇跡的なものもたくさんあるけど、それはやはり環境に適した突然変異という偶然以上の何物でもなく、腰痛や目の構造のように別の問題を抱えたまま突っ走り続けてしまうこともあるわ。かつて絶滅した生き物の中には、地球を支配するような優れた能力を持った種もたくさんいたけど、長所を伸ばし続けた結果、それが引き返しのつかないところまで行き着いてしまい、ちょっとした環境の変化で、その個性が引き金となり、自滅してしまうこともあるのよね。人類も、今のところはうまくいっているみたいだけど、腰痛や目の盲点、難産が原因で絶滅しないことを祈るしかないわね。明日は我が身。